人間の滑らかな黒髪。生物学においての毛とは、生物の構造の一つであり、生物体表面から突出した突起状構造の内非常に細いものを指す。非常に広い範囲の生物において、様々なものがある。哺乳類は、獣の通称通り、体表に体毛を生やしている種類が多い。人も、例外ではないが、頭頂部から、 後頭部にかけての頭髪以外は薄くなっており、産毛の状態で生まれてくる。成熟にするに従って、ある程度濃くなるが、一般の哺乳類ほど濃くはならない。哺乳類の毛は、皮膚の角質化によって生じた構造に由来するもので、爬虫類の鱗、鳥蝶類の羽毛と相動であるとされ、時にまとめて、羽毛と呼ばれる。一般に、体温の保持と体表面の保護の役割を担うものと、 考えられる。特に、哺乳類は、高温動物であり、寒冷な環境では体温を保つために長い毛を密に持つものが多い。毛穴の奥で形成され、そこから伸び出してくる。山嵐などの皮膚にある針状のものも毛の一種である。馬、ライオンなどに見られる頭部や頸部など、特定の部位に生えている毛を特に、縦紙という、全身の毛は、種として、 防寒の役割を果たすが、四季のはっきりした地域では、季節による気候の差に対応するように、毛の生え方が変わる。夏のそれを夏毛と言い、冬のそれを冬毛という。一般に冬毛の方が細かい毛が密生している。毛皮の用途には、冬毛が喜ばれる。この二つの毛は、見かけの色も大きく変化する例があり、お古女や越後詐欺では、冬は真っ白の体毛になる。 これは、雪の多い地方での保護色として働く。この中間の季節には、短い時期に、このような毛が入れ替わる時期があり、毛変わりと呼ばれる。なお、このような変化は、鳥でも見られ、やはり夏毛、冬毛,毛と呼ぶ。200倍に拡大した髪の毛羊毛は一つの層の、キューティクルから、他の動物の毛はさらに多くの層のキューティクルから、構成される。毛は、生物学的重合体である。 乾燥重量の90%以上は、ケラチンとより通常の状態では、人の毛は約10%の水を含んでおり、その性質を顕著に変えている。毛のタンパク質は、アミノ酸システインからのジスルフィード結合によって、互いに結びついている。これらの結合は、非常に頑強で、例えばほとんど傷のない毛が古代エジプトの墓から再生されている。毛の異なる部分は、 硬い組織から柔らかい組織まで異なるシステインのレベルを持っている。構造的には毛は内部の皮質、防水状の細胞およびキューティクルと呼ばれる外部の多いから構成されている。それぞれの皮質細胞の中には繊維の軸に平行に走っている多くの微小細胞があり、微小繊維の間は皮質と呼ばれる柔らかい組織がある。それらは毛包から成長する。 キューティクルは、毛の機械的強度の大部分の原因となる。それらは、臨場の層から構成されている。人の毛は、通常6から8層のキューティクルから構成される。羊毛は1つの層から、他の動物の毛はさらに多くの層から構成される。動物繊維の1つである、ウール、カシミア、モヘア、ラクダ、アルパカ、ビクーニャ、グアナコ、ギャマ、キビアック、ポッサム、ミンク、 チンチラなどの重毛のことを毛と呼ぶ。特にウールのことを指す場合が多い。毛は、タンパク質の一種であるケラチンが主成分であるため虫に弱い。主な害虫は、ヒメマルカツオブシムシ、カツオブシムシ、イガである。日本では、温度、湿度の高い夏に害を受けることが多い。これらを予防するためには虫干し、ブラッシング、防虫剤が有効である。 この中でも防虫剤は絶大な効力を発揮する。パラジクロロベンゼン、小脳、ナフタレン等消化性の高いものがよく使われる。上酸性のあるピレスロイド契約剤も使われるようになってきている。無脊椎動物まで目を広げると、一般的に体表面の糸状の突起をけと呼んでいる。キチン質などの表皮を持つものでは、太くて鋭く、あまり曲がらないものは、指紋と呼ばれる。 節足動物の場合、毛は代表の外骨格の突出部である。太くて曲がらないと毛とは異なり、毛は細くて曲がることができる。その基部に曲がるための構造がある場合もあり、各部に刺激の受容部を持って感覚器として働く場合も多い。クモ類ではその基部に毛の動きを捉える仕組みがあり、音を聞く構造と考えられるものがある。これを長毛という、 関係動物の多毛類では大切ごとに存在する、イボ足に得意な形の針状の構造の束がある。これを合毛という。貧毛類では、イボ足はなく、合毛のみが大切ごとに配置する。これらは体に半ば渦漏れており、種によっては出し入れでき、運動の補助的役割を果たす。その先端は針型、騎状など様々で、分類上の特徴ともなっている。 植物体の表面から突出する細長いものも毛という。これは動物の場合と異なり、普通は細胞、あるいはその一部が突出したものである。早く茎に生える毛は、普通は独立の細胞、あるいは複数の細胞からなる。根には根毛があるが、これは表皮細胞の一部が伸びたものである。細胞表面の毛で運動に関わるものに、弁毛、線毛がある。 人間の体の保護のために生えるという説があるが、本来保護の必要な幼少期より、第二次成長期からの成年期への移行期にかけて、生え始める体毛もあるため現在では、必ずしも、正しくないとされている。現在体毛には、男性ホルモンの影響を受ける、男性毛、男女関係なく、性ホルモンの影響を受ける、両性毛、無性毛の3種があると言われている。また、 体毛の高などは生死に関わる分野でもなく、先行する意思も多くないため、現代医学においても研究が進みにくく未だ判明していないことの多い分野である。加えて人体の毛は男女によって捉え方が非常に異なっていることが多く、目につきやすい部位の毛の脱毛はマナーやエチケットに基づき処理すべきか否かといった論争が今も続いている。また、 カミソリなどで剃った時に濃くなると信じられていることがあるが、それは嘘である。自然に生えている毛は先端に向かうにつれて細くなっていくが、その毛を剃ることで剃る前に比べ毛の先端が太くなるため、濃くなったように錯覚するためである。ありがとうございます。